賢者だって。かっこいいね。なかなかやるな。このロボットがめちゃめちゃ強いんだよ。その名も大冒険。おばあちゃんが言ってた、冒険が人間を強くするってな。うん、次回も見てね。あー、もう私冒険者にハマりそう。誰が好きなんだ。選べない。だって5人とも素敵なんだもん。アクションだって冴えてるし、武器もユニーク。さすがボーボー戦隊だな。ゴーゴー戦隊だよ。へえ、ここが冒険者のお部屋か。ついに来ちゃったね。おばあちゃんが言ってた、どうせ冒険するなら大冒険に限るってな。私も冒険したいな。いつかできるよ。次回も見てね。今回の俺様の活躍もすごいだろ。そうですね。お前のタキシード姿も悪くはないな。だろ、あんだ分かってるじゃない。天童くん、俺もね実は結構。そうだ、次回も見てくるよな。こいつさっきから何してるんだ。きっといい夢でも見てるんだろ。すいません、鏡原田、すぐに向かい。次回も見てくるよな。今日は何だ。カブトニだ。カブトニ、まさか。金目のカブトニだよ。だよな、分かってたんだよ、分かってた。変だぞ。さあ引け、テンポ。上がりだ、次回も見てくれ。ああ、お前ズルしただろ。身近な人を騙せてこそ変装は一人前。よし、カメキ。よう、カメキ、なんだその格好は。いい、お姉ちゃん。あ、ユリ。冒険者、世界の宝物であるプレシャスを悪い奴らが狙っている。冒険者はプレシャスを守るために戦う戦士なんだ。プレシャスが世界の宝なら俺は宇宙の宝だ。はいはい、次回も楽しみに。スーパー大冒険合体完了。必殺技はダブルアームクラッシュだ。頭突きもやるぞ。すっげえ。ダブルアームか、何匹出てきても俺が倒してやる。ダブルアームだって。次回もお楽しみに。今年で仮面ライダーは35周年。これまでもライダーは人類の自由と平和を守るために戦ってきた。35年の中で一番強いライダーが俺というわけだ。一番偉そうなライダーだとは思うけどな。ああ、任せろ。言われな。次回もお楽しみに。またまたザビーの資格者が変わった。でも資格者が変わるたびにどんどんザビーも強くなっていくな。2番目のザビーの資格者が一番弱かったな。2番目のザビー、俺かよ。ザビーゼクターは次に誰を選ぶか。君なら誰を選ぶ。俺だろ。冒険者には高岡英二ってのが現れたぞ。一体何者なんだ。そして上白鶴が天道に勝るとも劣らない俺様だ。なんだか変わったやつばっかだけど、俺も負けてらんねえな。次回も楽しみに。カブとザビー、ドレイク、サソード、ゼクトによるマスクドライダー計画。いよいよ最強のライダーガタックが登場する。ガタックゼクターは誰を選ぶのか。それを見届けるのは君だ。仮面ライダーが誕生して35年、ライダーたちの戦いは続いている。俺は V3 キック、 X キックだ。スーパーワンのキック技は10種類以上もあった。キックこそ歴代ライダー最強の技。よし、俺もライダーキック。ところで誰、初代ライダーの敵はショッカー、ゲルショッカー、デストロン。これは X ライダーが戦ったキングダークだ。組織と戦うのがライダーの宿命か。もしお前がゼクトと戦うなら容赦はしない。ゼクトに反旗を翻したネオゼクト、必ず叩き潰す。さすがはヤマト、ゼクト切っての鬼だ。我がゼクトに敗あれ。天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ。あ、カブトだ。て、あれ、天道。カブトの他にもカブトムシのライダーがいたのね。仮面ライダーストロンガーだ。誰がストロングなら俺はストロングストというところから、うん、ヘラクス、ケタロス、そしてコーカサス、本当のカブトムシパワーを見せてやる。望むところだ。俺は天の道を行き全てを司る男。
スカイライダーのセーリングジャンプだ。ライダーの活躍は地上にとどまらない。そして世界各地でも戦った。でも7年前に隕石が落下し、地球はめちゃくちゃになった。ついにライダーが地球を飛び出し宇宙で活躍する時が来たのに。俺の出番だな。俺は天の道を行き、全てを司る。敵が強いほどもっと強くなる。ライダーの進化は止まらない。究極のホームチェンジだ。究極か。俺にふさわしい言葉だ。大口も今のうちだ。俺の進化は無限だ。兜がどれほど強くても我らの敵ではない。おばあちゃんが言っていた強さにゴールはない。俺はさらに強くなる。いつまでもどこまでもな。似てる評判を聞いてきた。そのうまさはまさにプレシャスだ。偉そうなやつだな。お前にはこれで十分だ。これはまさか好物にやるか。プレシャス。日和はどこへ消えてしまったんだ。これが必ず解決してやる。お前だけに任せておけ。冒険者スタート。冒険者はプレシャスを守る。日和は緑の石を持っていた。きっとプレシャスだ。サクラか。明石がちょっと変。プレシャスだ。謎のライダーハイパーフォーム。圧倒的な強さを持つ戦士だ。正体は誰なんだ。わからん。だが俺は必ずハイパーフォームになってみせる。じゃあ冒険だな。カブト、アタック。なんだ。ノリの悪いやつだ。ノリか。怪奇日食を探せ。謎めいた言葉だな。ネイティブにまだ秘密がありそうだな。どんな秘密も全て俺が暴く。ところで振り向きだ。知らない方がいい秘密もあるんだ。ナツキはレムリア人だった。10万年前のな。人類を滅ぼそうとするナツキ、なんとか止めなければ。お前言ってること分かんのか。スマー鏡より天道の方がかっこいいって嘘つき。パーフェクトセクターは最強の剣だ。必殺技はマキシマムハイパータイプ。うわ、なんだか興奮してるぞ。まさに伝説の宝剣。自分だけ痛そうだ。正しき魂を持つ者の剣、それがパーフェクトセクター。スマーは最後の。いわばプレシャスパワー。僕は大賢人ズバーン。喋れるのか。美しい心の持ち主には聞こえる。だから俺にも聞こえるんだな。世界で一番偉いのは天道宗師様。天道。 No! Repeat after me! 天道様。天道様。俺はポジティブシンキングにおいても頂点に立った。どうせ俺はネガティブだ。だが冒険者より強い味方が加わった。大ボイジャー。どんなネガティブも一撃だ。超絶いいよな。大ボイジャーマン。アタック。今度の敵は強いぞ。次回も見てくれ。笑ったな。今俺は笑ったな。これは失礼の向こうの人に言ってる。羨ましい。俺もぜひ笑ってもらいたい。んでも俺たちは負けない。次回も見るんだぞ。笑うな。絶対見ろよ。ダークカブト。カブトと同じ力を持つライダー。早く対決したいな。でもライダーキックなら兄貴の方が上だよね。期待するな。俺たちに対決なんて舞台にはない。ファイスファイスファイヤルキファイマンマンファイファイアンファイアンファイキファイファイキ。大変だ。エイジが石になってまったぞ。それどころじゃない。あのノギレイジがパワーアップして蘇ってくる。いよいよクライマックスだな。エイジにレイジ、そしてスーパーヒーロータイムは何時。みんなもちゃんと覚えようね。俺とG。美咲さん、剣のこと好きになった。まさか。ちょっとキュンとしただけよ。いえない。剣がワームだなんて。剣くんが何ですか。剣はミドルですよね。私の料理美味しいし。それも心配だ。どうなる剣。報告します。クエスターが滅びました。俺たちもワームを滅ぼさないと。けど剣くんがワームだったなんて。私どうしたらいいの。カブトも冒険者もクライマックスだ。みんな気を引き締めろ。次回スーパーヒーロータイム、お楽しみに。メリークリスマス。明けましておめでとう。なんでまとめるんでしょうか。だってプレゼントとお年玉をいっぺんに欲しいんだもん。あ、忘れてたの。メリークリスマス。明けましておめでとう。2007年のスーパーヒーロータイムよろしくな。ごまかした。